で山本さんっていう人がいるっていうのは私には驚きであったんですね。こういう人がいるなら。でも山本さんは何かやるとなるとすごい張り切るっていうかね。例えばその東南アジア5カ国4日で回るなんてのをやるんですね。その山本さんど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 んやっちゃう。そこに東南アジアで一番まあ僕が思ってて優秀だなと思った人を優秀だなってにしたもん、ね、ああいう人たちがみんなついてくるんですね、山本さんね。で、山本さんと一緒に何かを考えてやろうと。そうするとまあ私はそばにいて、まあ、やりましょう、やりましょう、やろうっていうだけで、ね、何でもできちゃうよって感じ。つまり JCI っていうものが、気があって、なんていうんですかね、こう目的感が旺盛でね、どんどん先へ進んでいくような、つまり常に動いてる団体でしたね。本さんは一人でそういう新しいフレームワークを作って、どんどんその先へ進むわけですね。他の人はそれにくっついてバタバタしてるという状態だと思うので、これからそういう人を探すっていうのが大変ですよね。でもそれができる人って日本には本当にいないのね。